はい、こんにちは、こんばんは、サクエです。まあね、前回の、ステージ2のボス倒して、まあね、そっか続きになるんですけど、まあ、ストーリーね、進めていきたいなと思います。まあ、コンティニューですね。まあ、コンティニューですねっていうのもおかしいんですけど、まあ、普通に続きからですね。なると難しいんだよね。もうなんかもう、なんて、いやおうなしにストーリーがね、始まるという。大丈夫大丈夫、ゆっくり覚えよ。しかもこの真っ黒い画面、あっとっと。勉強か？二人とも熱心だな。料理かな？だってもうすぐテストだもんね。あ、普通の勉強でしたね。あのね、実は僕も SAO 機関車学校のテストを受けることになったんだ。え？へえ、そうなのか。だからこうしてアスナにテスト勉強を見てもらっているんだけど、やっぱ勉強って難しいね。ゲームの中でもそんなことできるってすごいハイテクだね。でも勇気すっごい頑張ってるよ。何事にも一生懸命だもんね。自分で受けるって言い出したからには全力でやらないと。アスナとは学年が違うから別のテストを用意してもらえるんだって。ほなるほほど。勇気のテスト範囲ってどこら辺なんだ？あ、今見せてあげるよ。どれどれ？難しいとか？国語はこのページからこのページまで。おお、結構広いんだな。でも勇気は国語が得意だよね。国語っていうね、言い方が あははは、だよこうね。見えても読書家だもん。あれ？誰か来たみたいだよ。入ってますよ。誰だろうな。どうぞ。もう誰かわかんないけど、どうぞって言っちゃうの？やっほお。ー！みんな何してるの？あ、よ、ストレアか。やっほー、ストレア！今ね、アスナと勉強中なんだ。勉強？今度テストを受けることになったから、アスナに教えてもらっているところ。へえ、面白そう。面白い？辛いだけだって。それは日頃からちゃんと勉強をしていないからだよ。正論すぎて言い返せない。その日ダメ頃だのよ、勉強が学生たるもの、ね、日々勉学に精進しないと。大変ななんんだてよ。ね。心がけます。学生ってみんなで勉強したり運動したり遊んだりして過ごすんだよね。いいなあ、私も学生してみたい。 授業とか厳しいわよ。平気平気、私勉強得意だもん。本当？それじゃあこの問題ってわかる？どれどれ？ NPC 簡が単簡単、そ の勉答強え得は意ってルート3。さ、正解。それはずるいよ。いやー、それは、人の頭じゃないからね。一瞬こうだよ。見えても私演算は得意ですから。 NPC そんだなか特ら。技があったのか。そりゃそうだわ。考えてみたら、それは AI だから演算が得意なのは当たり前じゃないか。あ、バレた？ねえねえ、それよりどう？これで学生になれるかな？チートだよ、チート、それ。学生どころか先生になれそうな気がするけど。先生も面白そうだね。でも今なりたいのはみんなと同じ学生かな。ストレアがクラスメートなら楽しそうだよね。クラスの男子が黙ってなさそう。ほんとそれ、しかもその格好だからね。なんで俺を見ながら言うんだよ。女子高生姿のストレアはきっと綺麗だよ。女子高生か、いい響きだね。いい響きかどうかはちょっとわからないけど。あ、確かにわからない。女子高生してみたいな。勇気が言ってたように、形から入ってみるのはありなんじゃないか？お、衣装とか？形？それって制服を着ろってこと？そうそう。あ、で、普通に考えたらここに制服なんてないか。
裁縫スキルがうんと高ければ制服みたいな服も作ることができるんだけどね。自由すぎるな。 ALO では私がみんなに制服を作ってあげたよね。けどさすがに今ここでは作れそうにないかな。うん、何をすれば女子高生を体験できるかな。学生だから例えば青春っぽいこととか。なるほど。河原で殴り合うやつだよね。なんかそれ女子高生ではないよね。なんだよその例え。それは男の子の青春のイメージかな。そうね。だったら恋愛とか言うと思ったよ。恋愛か、なるほど。ん？俺をじっと見てどうした？だって恋愛でしょ。ここに男の子は一人だし。おい、エイルとクラインが怒るぞ。他には友情とかもあるよね。友情、友達ってこと？一緒に遊んだり時には助け合ったり。なんかそれパーティーメンバーみたいだね。実際そうだと思うぞ。みんなで共通のことをして思い出を作ったりしてさ。ねえ、それなら勉強の息抜きにみんなでクエストでもやらない？あ、それいいね。ずっと行きたいクエストがあったんだ。じゃあやろっか。友情を深めるって意味も込めて。友情を深めるってなんかすごく青春っぽい。もちろん君も付き合ってくれるよね。ああ、特に何もないし付き合うよ。何かあったら付き合いませんよみたいな言い方してよ。よし、それじゃあ一緒に青春しよう。いつもの。さあ、それじゃあ始めよっか。こっちは準備 OK。 青春しよう。よし、行こう。なかなか手ごわかったね。でも楽しかった。みんなで協力して楽しめるクエストだったでしょ。うんうん、まさに青春だね。よかったね、ストレアさん。それじゃあ町に戻ろうか。あ、見て見て、向こうに綺麗な湖があるよ。おっと、この湖はあれかな。そろそろキズメルがねえ、みたいな。あそこで遊んでいかない？え、もしかして湖に入るってこと？それも青春。もちろん、みんな行こう。ですよね。あ、おい、気持ちいい。本当に飛び込んだよ。相変わらず自由なやつだな。よし、僕も。ちょっと勇気。冷たくて気持ちいい。水が透き通ってて綺麗だね。勇気、いくよ。えい、うわ、やったな。よし、僕だって。絵がないから置いてきぼり。アスナ、これも青春ってやつだろ。なるほど、これも青春のためよね。なぜそんな目をキリッとさせた。よし、行くわよ。アスナも入りたかったんだな。そうなのか。うわー、水が綺麗で気持ちいい。こちら R1 押すと、こんな感じでセリフ消せますよみたいな、ね、安心してください、消せますよみたいなね。でもこうするともっと楽しいよと。冷たい。やったわね。甘い。えい。あ、後ろからなんて卑怯だよ。僕アスナの味方だもん。すごい目をしてる。2対1は卑怯。それじゃあ俺はストレア側につくぞ。それがいいね。それでも負けないもんね。ユウキ、二人をビシャビシャにしちゃいましょう。いや、もうなってそうだよ。うん、この絵面的には。それじゃあ、私も本気で行っちゃうよ。
よし、戦闘開始だ。楽しかったね。おい、戦闘はどうした？みんな思いっきりはしゃいでいたよな。一番はしゃいでたのは君じゃない？え、そうか。最後は3対1になったのに、一人になってもずっと戦い続けていたもんね。どんな戦いやね。まあ負けるのは不本意だからな。クエストで協力し合って、湖で遊んで、まさに青春だったね。みんなが一緒だとクエストをやるだけでもいろんな思い出ができるよね。それじゃあまた今度みんなで一緒にクエストをやろうよ。賛成。じゃあそろそろ町に戻ろうぜ。アスナ、どうかしたか？なんでもないよ。またやりたいね、こういうこと。やろうぜ、他のみんなも呼んでさ。うん。よう、プレミア。ごきげんよう。どこかへ行くところですか？お昼のあれかな。俺か？あれ？別にこれといった予定はないけど。予定がないということは、つまり暇ということですか？なんかそれはちょっと短絡的すぎるな。まあそうなるかな。そうですか。どうした？一緒に出かけたいと思っていますが、無理にお願いするのも悪いので黙っています。黙ってねえだろそれ。え？黙ってないよね。じゃあせっかくだから一緒に出かけようか。わかりました。そこまで言うのなら出かけましょう。言わせたよ。ああ、どこで覚えてきたんだこんなテクニック。あ、プレミアちゃんたち発見。奇遇だね。こんにちは。二人でお出かけですか？レレレのねみたいな。まあばったり会ってさ。ここんとこプレミアはあんたにべったりね。そんなことないって。みんなも一緒にいたりするだろ。何慌ててんのよ。別に変な意味で言ったわけじゃないってば。なんて言うのかしらね、この子も私たちと同じ気持ちなのかなって。あ、それわかります。安心するというか。きっとプレミアちゃんも信頼しきっているんだと思いますよ。話がよくわからないけど、みんなといると居心地がいいって話だよな。うん、そういうこと。それでそっちは何してたんだ？3人でクエスト消化か？いえ、私たち今揃ったばかりで何をするか決めていないんです。あ、そっか。プレミアちゃん、どうしたの？お出かけの邪魔をされたので拗ねてるね。みんなで一緒に出かけたいと考えていますが、私が決めることではないと思い黙っています。もう言わない。え？もう言わないよ。また不思議度が増したわね、この子は。どうかな、みんな。せっかくだし揃って攻略を進めるっていうのは。私は大丈夫です。プレミアちゃんもそれを望んでいるみたいですし。うん、私も付き合うよ。じゃあみんなで一緒にフィールドを歩き回ってみましょうか。よし、それじゃあ出かけよう。はい、行きましょう。沼エリアの南東の方に。ああ、なるほど、また洞窟か。別パーティーで行くのかな。まあ、ちょっと、もうパーティー強制的。どうや？わっ、キャー。そうですよね。ということで、天文広場。プレミアの会話もやりたいけど、まあ、いつでも行けるんで、行きましょう。
目的地は沼の南東エリアだ。よし行こう。まあまあこれも多分イベント会話的なやつかな。一度ここから西に抜けてそこから南に行けばいい。え、操作する系これ。あ、あ、これはどうやら、ちょっと待った。まだステージ2だよ。西に行ってからの、待てよ、ここでいいはずだよね。いいんですか。西に行ってからは南だからね。まあここ通り抜けていこうか。多分あのワープしちゃダメなんでしょこれ、マップ使って。さて行けるようにからの南と。いや登録してあるよねここ。手にすることはできません。なんだこの強制的。ここに行けるはずなんだろう。あ、こっちか。あれちょっと迷ってる。任せてください。ちょっと南に行きたいんですが、どこですか。今です。あ、こっちなんだけど、どう見ても壁が立ちはだかってるね。あ、ここ登っていけば許可ですね。あれっぽいな。まだっすかね。あの多分緑の円が怪しいな。南東だから南東じゃない、南西ですよね。多分あの緑の円が怪しいぞっていうことで行ってみましょうか。で、そろそろこれが怪しい。ここです。ここですか。任せてください。てか果たしてこうイベントマークがないからここでいいのだろうかっていうね。甘いです。この骸骨に倒されたソードスキルお願いします。お前もか。フールボーン。2体とあと、2体、多分これが最後かな。レベル上げずに来たら結構大変なね。これ死んだらゲームオーバーだから。プレミアだけどんなステータスしてるんだろう。プレミア、11,000。まあ、ここのキャラもまあそれなりにはあるんだね。で、イベントリスト、もうちょっと見てみようか。クエスト進めよう。でも、どこ行けばいい？どこ行けばいいの？これちょっと積んだ系か。うわ、飛んでる感が怖いね。クエストを進める。まあまあ頑張ろう。おっと、ここで正解か。クエストに関係しそうなダンジョンですか。この辺り一帯は
1000年くらい前は違う地名だったらしいんだ。1000年前ってどういう設定これ。そしてこのダンジョンは昔の地名が付けられている。そう、それはつまり遥か昔から存在するってことだね。まあ設定上はな。言ってしまった。前のクエストで伝承っぽいものが見つかったことがあったし、調べてみる価値はあるわね。よし、進んでみよう。おっと、奥に部屋がありますよ。見て、あそこにあるのって成績じゃない？やったー、ビンゴですね。サッカーの名門高校みたいな言い方はしないでくれ。まあまあアニメの話ですけどみたいなね。おっと、もういきなりね、そのステージの序盤からこれがあるんだね。うわあ、石が光り出した。親方、石が光り出した。プレミアに反応しているのね。神秘的ですね。これで成績は3つ目だ。お待たせしました。お疲れ様、プレミア。さてと、うまいこと結果を出せたところで町に戻りましょうか。あ、町に戻る前に寄ってほしいところがあるんですけど、いいですか？進めているクエストでどうしても必要な素材があって。まだ時間はあるし、私は別に構わないわよ。俺もだ。素材集めに協力するよ。ありがとうございます。私もいいけど、その前にちょっといい？なんだね。どうした？行ってみなさい。ほら、ここにも伝承みたいなものがないかなって思って。ああ、なるほど。前にあったような文章があればいいんだけど。前にあった文章全然忘れちゃったけどね。見渡す限りそれらしいものは見当たりませんね。ということは次へのヒントもなしか。地道に歩き回るしかないみたいですね。早く次の階層マップ行こうよ。前から思っていたんだけど、プレミアちゃんのクエストってあまりにヒントが少なすぎる気がしない？あ、まあ確かに。なんていうか、まだ奥があるのにそれを途中で止めたっていうか。途中で止めた。私がどうかしましたか？いやいや何も。なあ、いや何でもないんだ。じゃあシリカが必要な素材を集めに行こうか。わかりました、行きましょう。私もていって言わない。ていって。リズさん、お見事。ふんふんふん、まあね。あとはそっちの一体でラストよ。了解、プレミア、スイッチだ。わかりました。えい、スイッチだって言ってからね。そのわかりましたとか言う間が長いよね。ナイス、プレミア。どうだシリカ、必要な数は集まったか？はい、手伝ってもらったおかげであっという間でした。それにしてもプレミアちゃんは随分戦闘に慣れてきたみたいですね。もうレベルも60超えてますから、ね、だろ。なかなかいい数字をしているんだよ。お茶の子さいさいです。なんかリズさんみたいなことを言っていますね。しかもドヤ顔で。ちょっと悪口言ってない？違いますよ。でも本当に成長したって感じだよね。戦闘だけじゃなくて雰囲気とかも。初めて会った時に比べたら随分違うわよね。きっとプレミアちゃんのことを思う皆さんの影響ですね。みんなの影響か。よし、今日こそぶっ倒そうぜ。この作戦ならうまくいくべ。ん？誰だ？プレイヤーの団体だ。10人くらいいるわね。ボスクラスのモンスターでも討伐しに行くんですかね？いや、
クエストをやっているんじゃないかな。パーティーに NPC が入っていたし。すごっ、この距離からよくわかるね。プレイヤーとか NPC ってつい観察しちゃうんだよ。どんな装備をしているのかとか。感心感心、そういうとこ武器屋に向いてるわね。なんだそれは。なんなら私が師匠になってカジノイロハをみっちり叩き込んでもいいわよ。遠慮しとくよ。ところでさっきの人たちは何のクエストを攻略しに行ったんでしょうね。あの NPC のクエストは確か炭鉱高に行って住み着いたモンスターを倒すってもののはずだけど。なるほど、討伐系のクエストですか。炭鉱ということは上質の鍛冶素材が手に入ったりするの？全然、至って普通の素材が手に入るだけなのよ。特にいいクエストではない。リズさんも知っているんですか、そのクエスト。当然、炭鉱が舞台だって聞いたら気になるじゃない。やっぱじゃあ効率の悪いクエストなんですね。まあいや、レベルが低いうちは報酬を売ればそれなりの稼ぎになるんだよ。低レベル？難易度は高くないんですか？なあ、別に高くないけど。でもさっきの人たちかなり大掛かりなパーティーだったよね。簡単なクエストのはずなのに、あの人数って明らかにおかしいですよ。あれ、そういえば考えてみると炭鉱のある場所ってこの辺りじゃないわ。それじゃあさっきの人たちは何をしていたんだろう。NPC キラーか。あっちの方って何かあったっけ。あの方角は、そうか、わかったぞ。急いで追いかけよう。あ、ちょっとどういうことよ。ネームドモンスター狩りだ。彼らはネームドモンスターと戦うのに NPC をおとりにするつもりなんだよ。 NPC をおとりに？あれだけプレイヤーがいるのに。少し前にアルゴから聞いたんだ。モンスターはかなり高レベルらしい。 MPK か。かなり高レベルって、そんな相手に NPC をおとりにしたら。なあ、だから急ぐぞ。でも戦うのこれ。よし、このまま NPC にヘイトを取らせるぞ。いいぞ、 NPC が狙われ始めた。ちょっと待ってくれ。なんでだよ。おい、なんだあんたたち。今は俺たちがこいつを飼っているんだぞ。分かってますけど、ネームドモンスター相手におとりなんてさせたら、その NPC さんは。それがなんだよ。 NPC なんだからどうなろうが問題ねえだろ。このゲームで NPC が命を落とすと、その NPC は二度とリポップしないって知ってるの？知ってるけど、ちゃんと同じ役回りで他のキャラがポップするだろ。そういうことじゃなくて、このゲームでは割と効率のいい戦法なんだ。俺たち以外にもやってるやつはいるぜ。もう手遅れだったと。それにこの方法ならブルーカーソルにもならないしな。なあ、やっぱおとりなんてやめようぜ。はあ？何言ってんだよお前。じゃあお前がやれよみたいなね。だってよ、 NPC だって言っても死んじまったらそいつ二度といなくなるんだぜ。まああまりいい気分はしねえよな。そうですよ。便乗した。 NPC だぞ、本気で言ってんのか。なあ、あんたたち。なんだよ、やんのか。やるぞみたいな、ね、いや、そうじゃない。あ、違うのか。あんたたちのやろうとしていることが攻略法の一つなのは分かっている。だから止めようってわけじゃないんだ。ただ俺たちにこの戦闘を手伝わせてくれないか。やっぱ戦うんかい。手伝うだ。なあ、
俺たちは別に報酬はいらない。一緒に戦わせてくれるだけでいい。ラストアタックも譲るし、ドロップしたアイテムも全部差し出す。 NPC のために報酬もなく戦うのか？そうだ。どうするよ。理由はどうあれ、人は多い方がいい。手伝ってもらおうぜ。わかった。全員を頼んでいいか？了解、任せてくれ。リサちゃん側面から、俺とプレミアは正面から攻める。プレミアも死んだら終わりだぞ。プレミア、行くぞ。はい、わかりました。おい、そいつも NPC じゃないか。言われたな。違うよ、仲間だ。仲間？さあ、戦闘開始だ。ということで、戦う感じ。と思ったらもう終わってるっていうね。戦うんじゃないのか今の。お疲れ様。そっちもご苦労様。これだけの人数がいてもかなり手こずったね。アルゴさんの話の通り、かなりの強敵でした。お疲れ様。ナイス活躍だったよ、プレミア。はい、お茶の子さいさいです。次はどんなセリフを言ってくれるのかなって感じで、ちょっと楽しみになる感じでもあるかな。おい、あんたら。ああ、報酬を渡すよ。さすがに分配された経験値は渡せないけどさ。おう。飛び入りだったけど、うまいこと戦闘が噛み合ったな。おかげで犠牲者はゼロだった、 NPC を含めて。手を貸してくれてありがとうな。おかげで後味の悪い思いをしなくて済んだよ。うん、よかったよ。モブ感がすごい、今のプレイヤー C。 大した戦い方だったな、あんたの仲間全員とも。また機会があったら一緒に戦おう。オッケー、いつでも声かけてくれ。よし、みんな引き上げよう。 NPC も連れて帰ってくれるみたいですね。ああ、嬉しそうですね。プレミアやみんなが協力してくれて犠牲者を出さずに済んだからだよ。つまり私たちはいいことをした。まあ嫌がられてはいないみたいだったな。戦いを始める前、あの人たちの間でいざこざが起きましたが、あれはなぜでしょう。ああ、難しい話だな。プレイヤー C とね、 D が少なくとも俺はあの剣士の可能性が消されることに納得ができなかった。可能性？例えばさ、俺とプレミアが明日出かけた先でとても美味しい果実を見つけるかもしれない。すごく綺麗な景色を眺めることができるかもしれない。面白いことが起きて二人で笑い続けるかもしれない。そうした可能性は誰にでもあるものだと俺は思っているんだ。誰にでもある可能性、それを守りたかった。ああ、それを勝手な都合で奪うことは俺はしたくないし、あの人たちの中にもそう思う人がいた。だから言い争いをしていた、可能性を守るため。ああ、プレミアにもあるだろ、可能性。私にもある。さあ、俺たちも戻ろうか。歩き回って戦闘して腹が減っちゃったよ。はい。 VR の研究として開発されたこのゲームは、いわば人間の都合で作られた世界だ。その世界の NPC たちはみんな AI 化され、限りある命として設定されている。人の都合により作り上げた世界の中で、人の勝手で消されていく命。NPC の場合は命と言っていいのかどうかちょっと悩むところかな。今の俺は目の届く範囲でしか NPC のことを守ることはできない。だけど根本的に解決するためには絶対に人の力が必要なはずだ。その答えが分かるまでは今はできることをやっていくしかない。まあ運営に協力して、そのね、
NPC が消える設定をなんとかしてもらいなさいよって話なんですけど、まあまあよし、だいぶよし、あ、やっと新しいステージ、やっとですね。ということで、結構長々となったのでここでね終わりにします。ということでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、さくらでした。まとめてください。よろしくお願いします。ではまた。